会比べてみたら。人気回転寿司世界のスシローを比べてみたら、その国ならではのご当地寿司を発見。うわ、さらに大人気企画世界のマクドナルドを比べてみたら、ハワイのマックで超意外なメニューを発見。美味しそうこれ。いいな。そして世界のみんなが日本のおせち料理を初めて食べてみたら、昆布巻き、酢だこ、数の子は世界で受け入れられるのか。何本あるの。すげえ。さらに中南米の激辛大国ジャマイカに日本のごく激辛焼きそばが初上陸。うわ、目指せ世界進出。世界で受ける芸人グランプリを開催。ナオミの次に世界で売れるのは一体誰なのか。日本のショーレースで活躍する一流芸人が集結。世界比べてみたら新春4時間スペシャル、水曜夜7時。